今回は、熊猫玉さんに、ガチで説教していきたいと思いますー。熊猫玉さんといえば、レイヤのフォーマットを使った動画投稿者、いわゆるレイヤシスターズの一人です。説教というか、忠告というか、これは言っといた方がいいかなと思ったことがあるので、今回動画を出すことにしました。まず結論から言うと、玉さんは、人間的におかしいです。本来、影響力を持ってはいけないタイプの人間だと、私は感じます。先日、ハイブタ様の生配信を見た玉さんが、カンバラ先生に関する誤った情報を、動画で発信してしまいました。それ自体は別に良いんですよ。間違った情報を発信すること自体は誰にでもあると思うので。しかしですね、玉さんの反応を見て、この人ちょっと大丈夫かと思うような出来事がありました。サンソン様が玉さんに対して動画内容が間違っているよと指摘した時、玉さんの第一声はこれでした。困惑。これに対して、雅彦様がブチギレて、ブロックしたという経緯があります。雅彦様の意見は概ね、以下のようなものでした。動画投稿者なのだから、動画を見た人が間違えた情報を拡散するかもしれない。そういう責任ある立場なのに、第一声がこれはおかしくないか。自分はブロックします。私も雅彦様と、大体同じような意見です。間違えること自体は別に良いんですけど、この第一声は、なんかこう、他人事みたいな感じがします。悪気はなかったのかもしれませんが、やらかした時に、こういう言動をする人を、私は信用できません。まあ間違った情報を動画で流した件については、本人も謝罪していますので、もういいかなと思います。別にこれだけではありません。これだけでいちいち動画にしません。他にも細かいのが結構いろいろあるから、今回指摘しているのです。塵も積もれば山となる、みたいな。ちなみに今まで言っていませんでしたが、お布施でも、読み上げ禁止のメッセージで、玉さんに対する苦情がいくつか来ています。この言動はまずいのでは、みたいなメッセージが複数来ています。他の投稿者には、迷惑系のタレコミ以外では、そういうのはほとんど来ていません。シスターズでは玉さんだけです。でも捉え方によっては、別にいいんじゃね。というレベルの指摘なのです。メッセージを送った人の考えすぎではないか、とも思いますし。なので、これをもって糾弾するつもりはありませんが、そういう苦情が来ているということは、この機会に言っておきます。あと、玉さんは8月に1日の動画で、まあ何かと間が悪いと言われるのは、現実でもそうなので、仕方ないですね、と言っています。これは、ハイブタ様が堀口くんと会ったという件を、玉さんがすぐに動画にしたから、スパイじゃないかと言われたことに対する発言です。まあなんというか、この発言で察してしまいます。おそらく現実でもそういう感じなんだろうなと。さて次は、8月に1日の、玉さんのポストから引用します。今だから言いますけど、あの時、私は3日で2食、1リバースでしたからね。これはおそらく、ひまそら様にスパイ扱いされた時のことを、言っているのでしょうか。そういうとこやぞ、玉さん。スパイ扱いされたのは若干濡れ衣みたいなところもあるのですが、普段からあなたには違和感を感じるので、自業自得な面もあります。自業自得でプチ炎上したのに、謎の被害者面をするのは、ちょっと違うのではないかなと、0.1% ぐらい堀口秀俊が入ってますよ。さらには、こんな発言もしています。これだけされて消えてないだけで、褒めてもらいたいくらいなんですけど。これはちょっと擁護できないですね。じゃあ勝手に一人で消えってろよ。お前が炎上しようが別にどうでもいいから。というわけで、熊猫玉さんは、人間的におかしくて支持できないですし、動画もつまらないので、最近全然見ていません。今回は動画を作るためにポストと動画をちょろっと確認しただけです。ただ今回の動画の趣旨としては、玉さんを糾弾したいとかではなく、忠告したいという感じです。お前本当に気をつけろよという、最後通牒みたいなものです。でも多分、玉さんは変われないんだろうなと思います。シスターズのフォーマットと、堀口ブーストで伸びただけで、玉さん本人には何の魅力もないです。持ち上げられて勘違いしないでください。まさなお玉さんには興味ないですし、本人と直接やり取りするつもりもないです。わざわざ動画で返事とかもしなくていいです。しょうもないので、多分スパイではないと思いますが、それ以前に、今のままでは人間的に信用できないという話です。気をつけてください。最後までご視聴ありがとうございました。